はい、半間岩尾先生です。ですね、私はね、NDUSD。人間のね、上の能力の知能を持ってまして、人間と私との関係、人間全員と私との下に関売る。係は力関係がありましてね、人間、全員の力に対抗してちょうど重力は合うわけですね。でね、私がね、テレビを見てるだけでね、話もしないし、見てるだけで、その、テレビ局がね、私の仲間だと頭でね、感じて、そう思うと潰してきますね。だからその時はね、ちょっと関係ないけども、仲間でもないけども、ちょっとやばいなということでチャンネルを切り替えるわけですね。 YouTube のテレビでもそうですね。私が見たいなと思ってずっと見てると、仲間だと思って本当の YouTube アクセスしなくなります。 しないようにしてきます、世界の人間がね。私がテレビ見てるだけですね。そんな業界ですね、私の頭聞いて。何でもそうなんですね。だから、役所のテレビでもそうですよ。大きい会社の、スポンサーのテレビでも潰れます。私が避けないとね、そういう危ないなという時にね、テレビを見ないで他のチャンネルに切り替えないと、アクセスがなくなったりして潰れてしまいますね。でね、そんなに大きい力を私は持ってるわけです、業界でね。実際ね、今、長者番付、アマゾンさんね、次、ビル・ゲイツですね。3位は投資家の、人ですね。いいじいさんですね。私ももう今月還暦になっちゃったんですけどね。10月17日生まれで、60歳ですね。今月ね。1日ですけど。で、アマゾンさんは僕はパソコンでは世界一発明者なんですね。で、ノーベル賞もね、全部こうして私はね、大発明してるんだけども、上の能力者だから別の生物ということで取れませんね。だから人間の特許も役所に申請してもね、上の生物で人間と違うから、入れません。役所はね、特許とかね、私の発明を入れることはできません。何度もね。で、ノーベル賞も上行ってますけど、定義しません。別の、生物ということね。ということをよく注意してください。で、パソコンの発明者で一番なんだが、アマゾンさんと長者番付、付けですけども、実際は私が作っている方が上ですね。それからビル・ゲイツのマイクロソフト社も、私は実際はビル・ゲイツよりか私が作ってるんで、創業者としては私が一番なんです。アマゾンさんもそうなんですね。この YouTuber の創業者も、創業者も私の方が一番上なんですね。で、上の生物でありますから、人間の上の生物ですから定義しないわけですね。ということによく注意してください。断然能力が上なんでね、名誉博士号も低すぎちゃって、私にとってはね、定義しませんし、そんなもんはもう子供の時に技能をつけちゃってるね。人間だったらもう幼稚園で取れてますね。というレベルでね、人間と私と違うということね。で、人間との
圧力というのはそれは単なる重力であるということですね。でだからってね、殺しをしてね、営業妨害とかするのはまずいですね、人間たちがね。よくしてくるんだけど、殺人して。で、警察も一緒にやってるから、犯人は捕まえないわけですね。協力しますから、政府、警察も。だから、私が上の能力者だから、何でも捕らえちゃうから、ね。ということで、殺人してまで妨害してくるわけですけどね。これは良くないことですからね、殺しをやって政府警察が、ね、警察って保安を取るもんだからね、逆に殺し してくるわけですから、盗みでね、私の能力差があるから私に対抗してくるんだけどね、これはもう世界政府また軍事にも全部かかってきます、私にね、人にね。上の能力者なんで、乾いた。圧力はいいんですよね。重力と同じ。ね。で、そういうことでね、私と、事実上私は世界一の億万長者なんですね。で本物の、本家の貴族でもありますしね、男女って性別がいますでしょ、それに王様っていう性別があるんですね、その王様っていう性別 を持ってるわけですね、体が違いますけどね、女と男と違いますでしょ、ね、作り物じゃないからね、天皇とかイギリスエリザベス女王とかね、いろんな王様いるけど、あれみんな普通の人間が大統領になる、みんな選ばれてやってるだけで、全部偽物ですよね。この辺はまた違うわけ、性別と全然違うわけですよ。アリとかジョウアリとか違うでしょ、全部ね。